ロバツ監督、審判の判定に打ち切れ。ドジャースは現地時間8月27日、日本時間28日、本拠地でオリオールズと対戦して2-3で敗れた。8回は大谷が見逃し三振に倒れた後、ベッツが中堅への安打と2投で1・2塁の場面を作ったが、テオスカー・ヘルナンデスとリル・スミスが連続三振で好機を潰した。ただ、8回のスミスへの投球は全て際どいボールでストライクと判定されてしまう場面があり、見逃し三振に倒れたスミスは不満そうな表情を浮かべていた。ESPN、ロサンゼルスでドジャースの番記者を務めるブレイク・ハリス氏も、ウィル・スミスの打席ではストライクはなかったと、ストライクゾーンを外れた配球チャートの画像を添えて指摘していた。ストライク判定への不満は9回の攻撃でもあった。先頭のトミー・エドマンは外角からのスライダーで見逃し三振に倒れ、一塁一塁となってマックス・マン CA の外角低めのボールをストライクと判定され、ベンチにいたミゲル・ロハスやロバーツ監督も激怒する場面があった。今日は審判の判定が厳しかったな。ちょっと疑問が残るような判定が多かった。スミスの打席1球もストライク入ってないのに三振にされて草。ストライクチャートを見たけどひどい。1球もストライクゾーンに入ってなかった。1球目に比べたら2球目がかなりストライク寄りで、大きく外れた5球目に比べたら6球目がストライク寄り。それでもボールはボールと判定してほしいけどね。球のスピード、喧嘩量の大きさ、捕手の高等技術、もう捕手の背後で正確な判定をするのは無理じゃないのかな。完全 AI に任せろとは言わないけど、昨今の MLB はフレーミングが上手すぎて審判も正常な判断ができてないように見える。あの何でも新しいことやりたがりな MLB ですが、 AI 球審はマイナーで視点導入した結果今はまだ無理だなと判断して本格導入を見送ってるんだよね。たまにはこういう試合もあるのは仕方ないけど、ちょっとモヤモヤする負け方だな。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。